富士ステークスは日本中央競馬会が東京競馬場で施行する中央競馬の重賞競争である。競争名の富士は富士山に由来。富士山は静岡県と山梨県にまたがる塩水上清掃火山。標高は3776メートルで日本一高い。古来より日本一の名山として万葉などの古歌に生まれ、平安時代から 信仰登山が盛ん。2013年6月には、富士山から信仰の対象と芸術の源泉として、ユネスコの世界文化遺産に登録された。東京競馬場のスタンドからは、晴れた日に富士山が見えることがあり、2007年に完成した新スタンドも、富士ビュースタンドと名付けられている。1981年にジャパンカップが創設された、際、同競争に出走する。 招待馬と、その帯同馬及び、代表候補の地方競馬所属馬が出走できる、国際招待競争として、11月上旬に4歳以上の、馬による芝1800メートルのオープン競争が、東京競馬場で設けられた。このオープン競争に1984年より、富士ステークスと競争名が付けられ、これが本競争の前身とされている。 その後1997年より距離を芝1400メートルに短縮し、馬や関係者の諸費用を JRA が負担しない、国際競争に改めた上試行時期も11月下旬に移され、スプリンターズ・ステークスの前哨戦として位置づけられた。1998年には重賞に格付けされた。2000年にスプリンターズ・ステークスの試行時期が初秋の中山開催に移されると、 本競争は距離を芝1600メートルに変更の上試行時期も10月に繰り上げ、マイルチャンピオンシップの前哨戦に位置付けられた。2014年からは本競争の一着場にマイルチャンピオンシップの優先出走権が与えられている。2020年の番組改正でマイルチャンピオンシップの前哨戦としての位置付けを明確にするため、GII に昇格されることになった。 以下の内容は2020年現在のもの。出走資格、サラ系3歳以上負担重量、別定マイルチャンピオンシップのステップ競争に指定され、地方競馬所属馬は、マイルチャンピオンシップの出走候補場に優先出走が認められている。また、地方競馬所属馬は、本競争で2着以内の成績を収めると、マイルチャンピオンシップに優先出走できる。 2020年の1着賞金は5900万円で、以下2着2400万円、3着1500万円、4着890万円、5着590万円。コース種別を表記していない距離は芝コースを表す。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。競争名は第10回から第17回までサウジアラビアロイヤルカップ富士ステークス。 コース種別を表記していない距離は芝コースを表す。優勝馬のバレーは現行表記に揃えている。なお、外国馬の所属表記は調教国の出展が示されているもののみ記載し、出展が明記されていないものは空欄とした。各界競争結果の出展、編集、ありがとうございます。